いやあ、刹那圭介だよ。今回はこの、牢獄の庭の実況をしていきたいと思います。よろしくお願いします。なんか久しぶりに実況しようとしたら、なんか、獄門って呼んでしまうよ。なんでだろう。まあいいや。続きから、これか。前回どこで終わった？はやちゃんがなんかすごい怖いものを見た発言をしたんや。で、このゆかちゃんがポカーン。まあいいや、それは。そして、そのまま話を続けていく。俺、イリナと、タカシ驚かしてやろうって隠れてたんだ。そしたら、何か見かけて。で、何かやけにそれが気になってさ。家の奥の方に向かっていたみたいだから、追いかけたんだよ。結構チャレンジャーやな。焦点の合わない目つきで、どこかを見つめるハヤト。それで、2階に行ったら急に見えなくなって、それで、その様子はやはり普通と呼ぶには異常すぎた。両手で顔を覆い、そのまま黙り込む。ちょっと待った。ちょっとあんた、本当に大丈夫？すると、ハヤトはそのままの体勢で、あかねの方を向き。このままじゃ、俺、呪い殺されるかも。はやと。そう言った後、なんてな。なんじゃそれ、はやちゃん。なんだ、なんもないんかい。あ、BGM が。もう BGM がお気楽な状態のやつやん。なんもなかったんだ。よかったよかった。それにしてもこの BGM 面白いぞ。この状況で出てきたらさ、両手を開いておどけた顔を赤に見せたのであった。あかねちゃんすっごい顔してる。多分目が隠れてるけど、目がすっごい怖い顔になったんだろう。すっごい怖い目になったんだろうな、これ。しばらく固まっていたあかねだったが、すぐに顔を真っ赤にして、ふざけんなバシバシとハヤトを叩き始める。多分そのバシバシの音はもう鉄鋼殺人レベルだったのだろう。すごいレンダーなど、レンダーのところだったんだろうか、わからん。いや、痛い。わ、悪かったって。いや、みんなあまりに心配してくるもんだからさ、俺もその気になっちゃって。限度がある。そうだよ。そんな風にふざけてばっかりだと、イリナちゃんに愛想をつかされちゃうよ。ね、イリナちゃん。うわぁ、これは、ゆかちゃんの、ゆかちゃんのキラーパスだ。私？いや、それは勘弁してくれよ。両手をすり合わせながら、許しを請うてくるハヤト。すごい必死やな、許しに。そんな姿がどこか可愛くて、私は簡単に許してしまいそうになる。いかん。あんまりふざけすぎないこと、いい？はい。時々は厳しく言ってやらないと。よかった、何もなかったんやな。バスを降りる頃には、すっかり夜になっていた。門限の厳しいユカとは別れた後、私たちをファミレスで一緒に夕飯を済ませ、9時前までダラダラと喋り続けた。アカネもハヤトももうすっかりいつも通り。二人の様子がおかしかったので心配はしていたのだけど、どうやら奇遇だったようだ。奇遇やな、これ。なんかいつずやの間違えて、確か視聴者さんがコメントで奇遇ですよみたいなことを言ってくれたような気がするんやけど、奇遇ではっとるよな、これ。結構前の話やけん忘れとんよな。途中まで帰り道が一緒なので、4人で夜道を歩いていく。しばらく歩くと、アカネと道が別になり、それからすぐにタカシとも別になった。ほほー、二人きり。ハヤトと二人きりの帰り道、少し違うのはいつもより遅い時間であるということ。遅い時間、もうムードがあるじゃないですか。もうこの電柱の明かりがいつもより綺麗に感じ、そしてこのセミの
声は二人を誘うパーリナイのように意味わからん。あ、パーリナイ携帯やないか。なんとなくドキドキしながら並んで歩いていると、あっという間に分かれ道にたどり着いてしまった。お？今日俺さ、本当はエリナに渡そうと思ってたものがあるんだけど、なくしちゃってさ。え？ああ、あの紙袋？何が入ってたの？いや、まあそれはそれで。ふーん。今度は必ず渡すから、その時は受け取ってくれよな。そう言っているハヤトの顔がこの夜闇の中でも赤くなっているのが少し分かって、そんな顔を見て私の方までドキドキし始めていた。いいけど。そう、それでさ、その時は言いたいことはあるから。うん、そう、それだけ。まるで逃げるように背を向け、ハヤトは自分の家に向かって歩いていく。高鳴る鼓動を抑え、私はその線に向かって声を張った。また月曜日に。びくりと肩を揺らし、振り返りながらハヤトはこっちに手を振ってくる。私は手を振り返しながら背を向け家路に着いた。思わず口の端が上がってしまう。プレゼントとともにあいつが何を言おうとしているのか、それがなんとなくわかるから、私はこれ以上ないくらい幸福感を覚えていた。おおはは、めっちゃいい話なんやけど。なんなんこれ。だけどそんな幸福感はすぐに消え去ってしまう。もうここで、トゥルーエンドでいいやんってぐらいの終わり方したもんな。でもここでそのままトゥルーエンドだったら面白くないもんな。起承転結の点がないもん。この時はまだ、また月曜日にが叶わなくなるなんて夢にも思わなかった。この次はだいたい起承転結の点が来るんだ。日曜日、あ、そうか、土曜の話だったな。昨日一日全く勉強していなかったので、今日はずっと勉強すると決めた。父や母同様に私も将来は何かを研究する職に就こうと思っている。おい、めっちゃ真面目なやつやん。結構勉強しなあかんやつやもんな。だから勉強はいくらしても足りない。その通りや。お、なんかまだ来たで。まだ妹ちゃんがかけてくる。夜までずっと勉強し続けていると携帯がメールを受信した。あ、メールか。で、アカネか。相手はアカネだった。ハヤトにメールしてもずっと返事がないんだけど、何か知ってる？知るはずもない。とりあえずそういうことなら電話して聞いてみるのが一番だ。そう思ってハヤトの番号に電話をかけてみたのだが、おかけになった電話番号は電波の届かない場所にあるか、電源が入っていないためかかりません。おかけになった電話番号は、録音された音声がそう繰り返すだけ。どこかに行ってるのかな。電源が切れていることに気がついていないだけかもしれない。そんなやつおるか。あ、俺の携帯電源入れ忘れとった。ないだろ。いや、テストの後とかならともかくさ。最近の子供は携帯よう触るけん、電源の切り忘れ、付け忘れとかそういうのあんまないと思うんやけどな。これの時代がいつかわからんけど。電話しても圏外だったことをあかねに告げ、私はまた勉強に精を出し始めた。あ、日曜終わったで。翌日学校に登校すると隼人の姿がなかった。え、なかった。いつも朝は1番か2番に教室にいるのに珍しい。そのまま待っていても隼人が登校してくることはなく、結局そのまま1時間目が始まってしまった。どうした隼ちゃん。あ、同じようなことをおじかちゃんが言い出した。
どうしたんだろう、隼人君。1時間目終了後の休み時間、心配そうな様子で優香が私に話しかけてきた。ちょっと電話してみようか。いや、やめておいた方がいいんじゃないか。体調が悪くて寝てたんだとしたら犯さない方がいいだろう。冷静だな。たかしがまだ同じ言葉が出てきた。なんか俺このゲームの作者さんと考え結構あっとんかな。たかしが冷静に割って入る。そうだね、じゃあメールだけにしておくよ。それがいいかもな。しかしメールの返信は昼休みになっても帰ってこなかった。昼休み、昼食を食べ終わった私は廊下を歩いていた担任を捕まえ、隼人のことを尋ねた。いや、体調不良としか聞いてないけど。そうですか。結局休んだ理由はよくわからない。仮病じゃねえな。まあ普通だったらそう考えるんじゃないかな、隼人くんのキャラだったら。だって隼人くんそういう風邪とかひかなそうやもん。そんな感じでもモヤモヤしたまま今日一日の学校生活は過ぎていった。お見舞い行ってくるよ、ちょっと心配だし。放課後になって私がそう言うと、みんなはよろしくと言って私を送り出した。よろしくって言いながら送り出したもんやけどさ、多分二人きりにさせるっていういいコーチにさせてあげたんじゃないかな。多分そうじゃないんかな。頼むわ、心だけではさ、しくじるなよっていう感情があったんじゃないかな、クラスメイトの一同は。家が近いとはいえ、今までお邪魔したことは数回しかない。それも私一人じゃなく、いつもみんなが一緒だった。あ、そうなんだ。ほう、ってことは初めての一人での訪問。そういうわけで、今日は少し緊張しながら、いつもの通学路を歩いている。ハヤトの家の前に着くと、私は一度大きく深呼吸してからインターホンを鳴らした。はーい。おそらく、ハヤトのお母さんだろう。私は自分の身分と、お見舞いに来た、なんて言うのこれ。胸シュッシュ。わからんな。を丁寧に説明する。すると、家の玄関が開いて、ハヤトのお母さんが出てきた。あの、ごめんなさいね。今、ハヤト誰にも会いたくないって言っていて。え？珍しいな、ハヤト。そう話すお母さんは、どこか少し浮かない顔だ。そりゃ自分の息子のことようわかっとるけんさ。あの元気な息子があんな感じになるかってなるもんな、そりゃ。そりゃそうじゃ。何かあったんですか？よくわからないのや。昨日は一人で出かけて帰ってきてからずっと様子がおかしくて。一人で出かけたん？はやっちゃん。案外墓地なの？出かけた先で何があったのか。それにしたって。誰にも会いたくないなんていうハヤトは今まで見たことがない。いや、俺短時間しかゲームやってないけど、もうハヤちゃんが誰にも会いたくないって言わなそうな気やっていうのは大体分かってくるもん。そうよな。一体何があればハヤトがそんな風に思うようになるのだろう。玄関先でそれ以上話していても特に何も変わらず、今日はとりあえず家に帰ることにした。すみません、それじゃあよろしくお伝えください。頭を下げ帰路につく。なんだろうな、なんかやばいぞこれは。夜になってハヤトの携帯に電話をかけてみたが、携帯の電源を切っているのか繋がらない。これ絶対もうなんか入れ忘れとかそういうんじゃない。電源が入っていないんじゃメールを送ったところで読んでももらえないんだろう。でも一応みんなが心配している。また出てきたこれ。この感じなんて思う。本当に胸でやっとんこれ。趣旨の C だったよなこれ確か。のメールは送っておくことにした。はぁ、勉強に身が入らない。一体ハヤトに何があったのだろうか。
ふと、ゆかの話を思い出す。お？どんな話だった？どんどん喋れなくなっていって、ぼんやりし始めて、最後には自分で命を絶っちゃうんだって。あ、酔った酔った、こんなん。なんか、なんだろうな。いつの話だったかな。確か最初に行こうとしてたとこに行けんっていうことが決まったというか、バスに乗り遅れた時に酔ったな。で、なんか、たかしが、そのあたりだったような気がする。いや、まさか。バカな想像を打ち消し、私は勉強するために、シャープペンを持った。だが、腑に落ちんのだろうな。もう一週間だよ。絶対おかしいって。ハヤトが学校に来なくなってから7日。放課の教室で、アカネが叫ぶように、そう訴える。結局一度も電話は繋がらず、メールの返信もない。ねえ、ユカの言っていた黒い影の噂って、本当なんじゃないの？おい、アカネちゃん、やめろよ。だって私、本当にあの空き巣で何か見たんだよ。ハヤト、帰り道に塞いでたけどさ、あいつが話した内容だって、本当だったんじゃ。アカネちゃん。返答に困って、みんな黙り込んでしまう。私は一人、あの空き家の2階でぼーっと突っ立っていた、ハヤトの後ろ姿を思い出す。確かに、あの時からハヤトは普通じゃないように見えた。もう違和感だらけなんやな、もう。話がすっごい繋がってくるというか、何かあったっていうことが、ビンビンに伝わってくるというか、ビンビンに伝わってくるっていう言い方ちょっと良くないと思うけどさ。今日は俺が様子を見に行ってみるよ。男同士なら話せることもあるかもしれないし。たかしがそう言うので、今日はたかしに任せることにして、私たちはそれぞれ家に帰ることになった。どうでもいいけど、こういう時ってさ、行った人がなんかミイラ取りミイラみたいになってさ、巻き込まれるようなパターン多いよな。いや、俺の偏見な。俺の偏見ですけど、多いことないですか。夜、私は家に帰ると、自宅のパソコンを使って黒い影の噂を検索した。そこそこ出てくるんだ。やっぱ有名なんやな。うん。目星いものをいくつかチェックじゃない。クリックして、いろんなページを読んでみる。リンクを飛んだ先には、呪いだの、魔界からの死者だの、死神だ、幽霊だと。呆れるようなことばかりが書かれている。黒い影は実際におるんだろうなっていう、そんな噂がすごい多発したんやけど、それが何かまではまだわからないよな。参考にならない。ただ、いくつか読んでいく中で、今回と似たケースの話も発見することができた。その人も私たちと同じように、仲間数人で黒い影の噂がある心霊スポットに行き、その先で仲間の一人が黒い影を目撃したらしい。そしてその友人はどんどんおかしくなっていき、最終的には自殺してしまったと書いてあった。やばいでこれ。もう完全に一致というか、もうこのまま行ったらこうなりますよっていう例みたいな感じになっとる。はやちゃん。はやちゃん、自殺はあかんで。野菜たくさん食ったら自殺しにくくなるとか聞いたことあるけど、野菜食えよ。ゆかの話していた通りだ。同様の話は、これ以外にもまだ数件ある。めっちゃあるやん。中には自殺はしてないものも、精神を、なんていうの、患ってって読むかな。入院し続けてるというものもあった。はやと、記事を読めば読むほど、不安を、なんていうのこれ。服、ちゃうな。わーを読めない。すみません、読みません。調べとこう、編集の時は。やめよう。これ以上ネットで調べたところで、ハヤトの助けになるものは見つかりそうにない。なんか BGM が、
なんかさっきまでのシリアスな BGM じゃなくなったんですけど。じゃあもうちょっと一つの区切りだと思ってこの辺で終了しとこうかな。セーブします。もうパート5なんじゃ。プレイ時間どんだけくらいになったんかな、わかんねえな。多分1パート20分くらいでやってると考えたら100分くらいいっとうってことで、もうじき次のパートあたりで2時間くらいってことかな。これがどれくらいのペースなんかわからんけど、遅い方かもしれんな。はい、というわけで今回はこの辺で、次回もこのチャンネルで B マインド全開。バイバイ。